世界が注目する米中首脳会談の内容について、取材に当たっている土井さん、最新情報を伝えてください。バイデン大統領は会見の中で、一つの中国政策に変わりはないと強調しました。アメリカ・バイデン大統領、一つの中国政策に変更はない。一方的な現状変更には反対をします。平和と安定を、 台湾海峡ににおいいてては維持しししくことに合意しました中国が軍事的な圧力を強める台湾問題について、バイデン大統領は習主席に、中国が台湾に対し高圧的で攻撃的な行動をとっており、台湾海峡やより広い地域の平和と安定を損なっていると直接、懸念を伝えたということです。また、一方的な現状変更への試みには反対し、 世界が台湾海峡の平和と安定の維持に関心を持っているとも説明しました。一方で、習主席は台湾問題は中国の核心的利益の核心であり、中米関係の政治基盤の基礎であり、超えてはならない最初のレッドラインであると強調したということです。バイデン氏は、米中の競争が衝突に発展してはならないと繰り返し述べ、 両国が責任を持って競争を認識し、開かれた意思疎通の手段を維持しなければならないとして、引き続き、対話の重要性を指摘しました。さらに、弾道ミサイルの発射を繰り返す北朝鮮について、バイデン氏は北朝鮮の挑発的な行動に懸念を表明した上で、国際社会のすべてのメンバーが北朝鮮に対し、責任ある行動を取るよう促していくと指摘しました。 米中のトップ同士が顔を突き合わせ会談を行ったことでひとまずは対立のエスカレートに歯止めをかけた形ですが台湾をめぐる思惑の違いなど対立の火種は依然としてくすぶったままです。